ああ、もう最高っすね、本当に。久しぶりにピッチ立った瞬間、本当に感動しましたね。ナイス、ありがとう。ナイス、映り込もうとしてます。うん、もういいよ、もういいよ、もう大丈夫、ありがとう。取れ高ね、上がるか分かんないですけどね。同い年です。よくやってるよ。今日一番笑ってた。今シーズン一番笑ってた。笑ってた。一番笑ってた。ありがとう。元気なかったからね。元気ないことない。落ち着いてるんす。若い頃知ってるから。若い頃成長もね、大事ですよね。そろそろ小田切りたいですよね。今日の感想聞いてください。今日のインタビューはすんの。うん。今日ノーミスだったんじゃない。いや、あるよ。あった？うん。いや、全然あってる。上見てます。はい、満足してません。後半もね、あのフリーキック止めてくれたり、あの抜け出して、まあ、正面だったのかな、またぐらいのね、ああいうの止めてね、うん、止めましたけど、はい、どうでした？そうね、練習で やってきたことが見られてよかったですね。ね。はい。はい、じゃ あのサポーターと、親と、僕に向かって一言。そうですね、今、はい、樹君はもういいんですけど、うん、はい、あの今日本当母親が見に来てくれて、それでそういう試合で勝つことができたので、それは本当に一つ恩返しができたかなと思います。はい、あとはもう本当にサポーターの人に、僕のゲイフラとか持ってくれてる人いっぱい見つけたんで、いっぱいいますよ、その人たちがね、してくれてることをまた報われて、うん、本当に嬉しく思います、ね、ありがとうございました。はい、じゃあサポーターに一言。今言いました。あ、はい、あ、はい、きついです。はい、何してんだ。どうどうどう、もういいでしょ。山田君、助けてください。あなたです、これ。マークがついっす。辛味噌いいな。辛味噌のレッドカード。